タトゥーのデザイン選びはこれは僕の考え方です。なのでこれが正しいわけではないと思います。そこはご了承ください。まずは自分が好きなタトゥーアーティストを見つける、そしてその人に彫ってもらう、これが僕の考え方です。どういうことかというと、タトゥーってまあほとんどの人がそうだと思うんですけど、日本なら特に自分が大事なものだったり自分の大事な言葉だったりを言えるじゃないですか。自分でデザインしたものを持って行ったりする方もいますよね。でもそうではなくて、僕がおすすめするやり方はまずタトゥーアーティストの作品を好きになる、そしてその作品を自分に取り入れたいっていう気持ちになった時にお願いする。なのでそのタトゥーアーティストの作品をお願いするから、自分がこうやってくださいとかこれをお願いしますっていうわけではなくて、体を預ける感じです。なので、まあ、自分の意思はもう場所だけですね。でもそのアーティストの作品が好きだから、それを自分の体にっていうので僕はいいんじゃないかなって思うんですけど。で、これのいいところは、ある程度有名なタトゥーアーティストっていうのはそれぞれの、個性がわかるので、それを見るだけで、あ、この方に入れてもらったんですかっていう会話が生まれたりするんですよ。なのでその時にちょっと優越感になります。はい、結構ね、有名なアーティストに彫ってもらうってすごいことなんですよ。なかなかできないことなので、こういうやり方もあるんじゃないかなと思います。なので僕がおすすめのデザイン選びはタトゥーアーティストを探す、そしてその人にお任せで入れてもらう、これが僕のおすすめのデザイン選びでした。ありがとうございました。